はい、もしおさんから折りたたみ式デジタル料理用温度計レッドのサンプルを提供いただきまして、投稿します。まず、レビュー開けていきますね。今到着したばかりのこれが折りたたみ式デジタル料理用温度計レッドです。早速開けていきたいと思います。 Amazon さんから届きましたね。はい、完全に英語表記ですね。完全に英語表記の箱になっております。で、開けていきますね。珍しいですよね、英語のやつっていうの。はい、完全にこれはどこだろう、メイドイン USA かな。ちょっとそこら辺はっきりしたことは申し上げられませんけど、はい、完全な英語版ですね。中国で生産したのかどうかもちょっと書いてありませんね。でもこれ見た限りでは、アメリカ、英語圏のやつですね。はい、そういったわけで開けていきたいと思います。こういう英語のなんていうかな、説明書が1点で、こういうふうに入っておりますね。もうこれだけです。単純に料理用の温度計といった風で、はい、こうなってますね。ですね、この料理用の温度計はまずですね、温度がマイナス50度から300度まで測れます。範囲がね、測定範囲がマイナス50度から300度。まあ料理以外にも使おうと思ったら使えますよね。オンオフの切り替えの電源がここにありますね。ピンとかってますね。オンオフがここ真ん中で、ホールドですね、ホールド。はい、それと摂氏と華氏が選べますね。摂氏と華氏が選べます。はい、ホールド温度を固定した場合押すということですね。折りたたみ式を採用していて使用したくない場合はプローブを折り込むことができ、安全性を高めていますという。ボタン操作を行わない場合は自動的に電源が切れますということで、商品本体電池1本最初から入っておりますね。単4が1本入っています。そういったわけでちょっとやってみますね。こういうふうに、はい、この針みたいなのがずっと出てきまして、まあローストビーフとかにブスッと刺したり、麺の中に入れて温度を測ることができるという。電源をオンにします。はい、888が出て 30.1。 あ、今これ室内の温度かなんかでしょうね。あ、ここまで高くないですけどね、室温は。28.1 ということで、ここで華氏と摂氏が選べますね。日本で分かりやすいのはこっちの何度の方ですので、こういうふうに先端がちょっと温度を握ってますね。上がりますね。あ、若干上がりますね。あ、上がりましたね。ほら、分かります。これ曲げ取った方がいいですね。はい、体温計にはならないけど、こうやって私が持っただけで温度が上がってきますね。はい、実験的にここに水を入れたペットボトルがありますので、ちょっとやってみたいと思いますね。ちょっと角度をちょっと動きますよ。で、こうですね、こうありまして、ペットボトルを開けます。で、お水が入ってます。今の温度見とってください。先ほど上げましたね、 30.30 度、下がってます。突っ込みます。突っ込みました。はい、どんどん温度が、まあそんなに下がらないです。いや、下がりだしましたね。はい、 25.3、 25.2。まあ水の温度だからね、水も部屋にじっと置いてたんでね、冷やした水じゃないんで、ああ下がりだしましたね。 24.8、 まあそんなもんでしょうね。水もそんなにこう外に置いてたんでね。はい、 24.5 から25というところで、はい、そういうふうに水に突っ込んで温度を下げました。そういったわけで 24.6 まで下がりますね。今これなんでかと、水が先端についてまして、向こうから風が来てるんで、気化熱で温度が下がってるんだと思います。そういったわけで、これは商品提供を受けました、もしおさん、
折りたたみ式デジタル両方利用温度計レッドですねの商品サンプルの提供でした。まあいろんな料理にね、温度を測ったり、天ぷらの温度とか測るのにね、いいんじゃないでしょうか。また料理得意の方はね、いろんな応用があると思いますので、ぜひこうAmazonさんで売ってますんでね、こう1000円ギリギリ1000円か1000円前後っていうところで売ってます。ぜひ、まあ、欲しい方はお買い求めいただいてはいかがでしょうか。そういったわけで Amazon のサイトの URL は貼っときます。ではまた。